続いては女子のエアリアルです。9カ国から16人が出場しています。まずは日本期待の工藤千鶴子です。ワールドカップレイクプラシッドでは日本人最高の2位に入っています。レイフル1回ひねりました。着地も決まっています。好調ですね。そうですね、今の演技良かったんじゃないですかね。特にランディング、着地がうまかったですね。ソフトでした。得点が 69.60、 まずまずの得点が出ました。全日本では3連覇しています。そして登場しますのが日本の藤井弘子です。ワールドカップではカルガリーで4位に入賞しています。レイタックです。伸身から屈伸になります。膝をきちっと締めました。いいですね。まあ、風邪気味で練習不足ということなんですが、はい、やはり試合になりますと決めてきますね。そうですね、今の技はそれほど技術難度は高くないんですが、ホームポイント、この抱え込み、離して着地、完璧ですね。トランポリンの元全日本チャンピオンです。得点が 73.71 です。さあ、そして日本期待の工藤千鶴子です。1本目は6位です。2本目はレイタック、入賞がかかっています。今シーズンはレイクプラシッドの大会で2位に入っています。レイタック着地なんとかこらえました。いい演技だったんじゃないですか。そうですね、あの難度としてはそれほど高い演技じゃないんです。あのひねりが入ってませんから、はい、ただ完成度としては、伸身もいいですし、加賀君もちゃんとやって、着地もやってますんでいいと思いますね。 68.38、 トータルで 137.98、 これまでのところトップです。まあ、本人はもう引退かということも言ってるんですが、はい、これはまだまだ続けてほしいですね。いや、惜しいですね。まだまだやってもらいたいですね。工藤千鶴子、上位入賞が期待できます。お疲れ様でした。思い通りの演技はできましたか。そうですね、まあ、まあこの天気にしてはいい方だったと思います。結果の発表が待ち遠しいですね。そうですね、早く終わってほしいです。まあ、選手の心境としては早くも知りたいという気持ちでしょう ね、そうですね。依然として工藤が今までのところトップです。そして日本の藤井弘子です。1本目が3位、2本目はレイフルです。今度はひねりを入れます。難しい技に挑みます。ひねってランディング、あっとこれもダメ、転倒です。藤井1本目3位だったんですがダメ、失敗です。これは胸から落ちましたかね。そうですね、あのひねり切らないうちに着地点が来てしまったもんですから、斜めに入ったような感じですね。大丈夫でしょうかね。ちょっと心配ですね。得点はやはり 32.19、 トータルで 105.9。 ここでひねり切る前に着地点が来てしまったので、着地のポイントがあれでは出ないですね。体調も良くないということで、はい、まあ、そしてこのコンディションですからね、はい、藤井大丈夫でしょうかね。そして閉会式さよならパーティーです。ここに来ると選手ももう本当にホッとするんでしょうね。そうですね、緊張していたものがですねようやく溶けて嬉しさが込み上げてくるんじゃないでしょうか。工藤がいました、そして横山がいました。2種目制覇のコニーキスリング、メダルが本当に重そうです。重そうですね。そして日本式で万歳で締めます。しかし選手はもう次のことを考えてるんですね。考えてると思いますね。この後のワールドカップは果たしてどういう戦いになりますでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。フリースタイル90年ワールドカップ第7戦、これで全ての競技が終了しました。宮坂さん、はい、今回の大会は日本選手もよく健闘しましたね。そうですね、本当によく頑張ってやったと思います。こうやっていい選手がたくさん出てきておりますので、これに続くですね若い選手がぜひ出てきてもらいたいなというふうに思っております。こういうふうにいい選手が出てきますとですね、全体のレベルが上がってきますので、はい、将来はワールドカップ、世界選手権、そしてオリンピックとですね、いい選手が上位に食い込むのではないかという期待を持てます。オリンピックでメダルというのを期待したいですね。こういう感じでもって盛り上がってきますと本当に可能性があるんじゃないかと思います。
そして皆さんにもこのフリースタイルスキー、はい、もっともっと身近に、はい、そしてこう親しんでいただきたいなという、そうですね、見ていただいた通り楽しいスキーですから、はい、楽しんでそして実力がつくという形でもって頑張ってもらいたいですね。はい、宮坂さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これからの日本選手の活躍にも期待していきたいと思います。それではこの辺で失礼します。